こんにちは。穴木和弘です。えー、キムヨジョンがなんかまあいろんなことを言ってます。なんでヨジョンばっかり言うのかなっていうのもあるんですけども、ちょっとそれはともかくとして、えー、ああいうふうに湧いたときにですね、あのー、なんかこう、日本側としては強く出るのが嫌だと。 いうふうになってしまうと。まあ、もうちょっと、まあまあまあ、あの、楽に、いいね、えー、冷静に話し合いましょうっていうようなことになっちゃうんですけども、それはしない方が、あの、いいだろうというふうに思います。えー、これ政府への一つの提案です。例えば、この中で、この拉致会まあ、あの、立ち会社、まあ、拉致会社は一応日本政府が認めてるわけですが、特定視聴者はこんなにたくさんいるわけですね。はい。で、例えば、 キムヨジョンが一言言うたびに、えー、一人ずつ、まあ、あの、認定者を増やしていくってのはどうでしょうね。まあ一人と言わず、10人、20人でいいんでね。えー、増やしていったら、あの、相手に対してはすごいプレッシャーになるんじゃないですかね。で、えー、もうこのまま行くと何になるかわかんないよというふうに言うことによって、向こう側に圧力をかけることができるんではないだろうかというふうに思います。まあだって、もうわかってる人、 山ほどいるわけですよ、拉致だって。で、えー、逆にですね、これ、あんまり皆さん、気がついてないかもしれません。拉致ではない人って、時々、あの、警察発表します。ね、あの、特になんか、えー、私の、ゲスの勘繰りかもしれませんが、なんか調査会でイベントやったり、発表やったりする前後ぐらいに、えー、発表したりすることがあるんですけど、まあ、それは別に偶然なんでしょう。えー、それはいいんですけども、えー、じゃあ、例えば、あの、大沢隆さん、今年で50年失す。そしてね。 で、えー、その間、ご家族がなんか一生懸命探してる警察もかなり調べたということは我々は聞いてます。で、えじゃあ例えば拉致でなかったら、まあ、あの、拉致でないっていう発表をするべきですよね。で、えー、それができないなら拉致だって言っても別に不思議はないんじゃないですかね。 で、えわ、ー、からないっていうのは別に本人が、あの、拉致以外のことであればあったでですね、例えば自分の意志で、あの、どっか逃げたとか、えー、自殺したとかそういうことあればあったで、それはそれで痕跡がどっかにあるわけですから、その痕跡を探せば、あの、出てくるはずだというふうに思います。まあ、そんなこと言ってるとですね、あの、山本美穂さんの DNA 偽装事件みたいにですね、えー、どっかから遺体持ってきて、えー、DNA 鑑定なんてことをやって自殺だというふうな、 ことあるるんんでで、まあ、それれは困るんですけれどもともかくですね、あのー、違うんだったら違うってはっきり言えばえー、ちゃんと操作やってると一生懸命やってるけども、50年経っても分かりません。どっちか分かりませんっていうのは、これはおかしいですよね。で、これもう分かってるからです。あの、もう同じだってことは分かってる。でも、出すと、向こう側が、へそを曲げるから出さないということなんですが、これはもう逆転の発想で、 え、向こうが言うことを聞かないんだったらこっちはもう本当に出しちゃうよと。ね、今までだったらば、あまあ、あの裏交渉でえ相談してっていうことができたのに、もう表出しちゃったらばこっちは引き返せないんだろうなということを言うっていうのは、どうでしょうか。えー、まあ、あの、そのうち、えー、 官房長官、拉致問題担当大臣にお会いする機会もあると思うので、その時には言おうかと思ってるんですけどね。それくらいのことをしないと、あの連中がですねあの、言うだけ言っといて、しかもあの言ってるのも私は基本的には北朝鮮国内の争いだろうというふうに思います。決して日本に向けてのメッセージということではないんだろうと。 だからそんなことをですね、真面目に取り合って、えーね、もっと冷静にしましょうよとかね、あの、あの言ってる言葉のここの部分は、えー、評価できるみたいな話をですね、する必要はないです。それはもちろん、冷静な分析はこっちは必要ですけども、しかし、やはり、そう言われた時に、もうお、やり返すっていうことがないとですね、えー、北朝鮮側にもお悪いですよ。意味わかんないから。 ね、日本人的なですね、即員の情なんてないんですからね、えー。あの人たちに分からせるためにはこちらが強く出る。それが最大のサービスでもあるということをやっぱり考えなきゃいけないのではないだろうかなと思います。 えー、もうこれから1日1人ずつ拉致認定してきますとか、あるいは、金ムヨジが何か言ったら10人ずつ拉致認定しますとか、えー、そういう風にしてみたら、もうこうしたらもう日本の世論絶対止まんなくなりますからね、本当に北朝鮮に爆弾を落とせるなんてことになりかねないですよ、えー。ということをぜひ理解をしておいていただきたいという風に思います。えー、ちなみに、 あの、私、家にですね、一回だけ夜中に、あの、まあ、脅迫でもないんですけども、電話かかってきたことありましてね。あの、まあ、もう、これずいぶん前の話です。もう20、二十年、二十年ぐらい前か。えー、調査会ができる前だと思,思うんですけどね。あの、まあ、あることで、えー、抗議をしてきた。で、えー、それで、あの、この、あらこの野郎。 とか言ったんでですね、なんだこの野郎って言い返したらば、向こう側ですね、一瞬言葉が止まりまして、で、この野郎とは何だというふうに言われたんで、いや、お前がこの野郎って言ったからこっちもこの野郎って言ったんだと、え、いうふうに言ったらですね、なんかこう、声のトーンが随分変わりましたね。えー、おそらく普通の日本人であれば、この野郎とい言えばですね、まあ、あの、びっくりして、えー、おとなしくなるというふうに思ったんだろうと。 おそらく普段そういうふうにやってんだろうなということを思いました。ええー、まあ相手、怖がりですから北朝鮮っていうのは、こっちが強く出れば、あの、そんなことは、ええー、大層なことはできません。で、ええー、かあったとしてももうそのちょっとぐらい帰り道を浴びる覚悟さえあれば、あの、私はあ大丈夫だというふうに思います。ええー、ということで、あの、まあ、あの、とにもかくにも、お拉致認定、 1、えー、一人ずつやったらどうか、あるいは10人ずつやったらどうかという,う日本政府に対する、えー、一つの提言でありました。